俺の区間は AWM。はい、どうも、すこれです。今回ですね、まさかのコラボレーションが決まったというわけで、それについてお話ししていこうと思います。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけど、それがね、まさかのワンピースコラボっていうですね、その、コアコードの公式よりも先に、ワンピースのその、フィルムレッドのですね、公式の方が、今回ですね、こちらの画像をまず投稿されていたと、いろんなゲームの方でコラボレーションしますよっていう、そんな告知の方ですね、出ていますよね。コアコードが、7月の8日の方からコラボレーション開始という風になっておりまして、順々にコラボレーションしていきますよっていう風になってます。普通に考えたら、パズドラとかモンスターとかも、多分コラボレーションするんでしょうね。いつも通りの流れやったら、すると思うんで、そこら辺もなんか基礎かなっていう風に思います。そしてもう一つですね、こちらの感じになってまして、一応ね、画像の方も出ているっていう風になってますね。ワンピースのコラボレーションの方が来ますよっていう風になってますね。なんか見た感じ、やっぱりね、フィルムレッドの宣伝というわけで、フィルムレッドでね、シャンクスの娘の歌と、シャンクスもなんだかんだスキンとして出そうっすよね。あとは、麦わらの一味が、メインで出てくるような、そんな感じのラインナップになってくるかなっていう。それ以上ね、キャラクターなんか増やしようがないもんね。なんかいろいろなんかその出てほしいキャラとかいると思うんですけれど、なんか普通に考えたらちょっとなんか、難しい感じなのかなっていう。ね、キャラクターだって一味だけで結構いるんで、それだけで十分ですからね、コアコードからしたら。それ以上キャラクター増やすってなると、難しいと思うんで、そこら辺の主要キャラの方が出るような感じになってくるかなと思いますね。こうやってね、コアコードのマークの形をした島があってみたいな感じになってますよね。こんな島あったらもうバスターコール不可避ですよね。バスターコールするもんな。少なくとも、コアコードプレイヤーはバスターコールしてほしいと思ってますよ。で、どんな感じになってくるんでしょうね。期間の方も今回はですね、だいぶ短いっていう風になっていて、10日間しかないっていう風になっているんですよね。結構短いですので、ガチャが来るのか来ないのかっていう、スキンがどこまで出るのかっていうところが、すごい楽しみかなっていう風に思いますね。公式サイトのチャージセンターを使うだけで、いつもより多く課金できるのだ。あと10日間しかないんで、第2弾もなんか違うタイミングでどっか持ってきそうかなっていう。それもなんかなんとなく思いますね。短いんだったら違うタイミングでもう一回しようっていう。短いのは多分その他のゲームとの兼ね合いで、短くしなければならないっていう。多分そういうのがあると思いますんで、違うタイミングでもなんとなくしそうかなっていう。それは思いましたね。楽しみですよね、ワンピースコラボ。SC ボイスとか、ヒルボイスとか、何が出てほしいですか？自分はまずあれが出てほしいですよね。前回の映画でありました、結構ね、動画とかで使われがちな、何やってんだお前ってやつが欲しいなっていうのと、あとはルフィがウソップと戦った時に、最後ね、ウソップに勝って、お前が俺に勝てるわけねえだろうがーってやつ。そこら辺がなんか欲しいなっていう。あとはですね、敗北者ですね。はい。敗北者とか、ね、いろいろなんか欲しいボイスはありますよね。皆さん何が欲しいですか？欲しい SC ボイスとか、キルボイスね。キルボイスさ、ワンピースのセリフって、結構その煽り性能高いやつ多いんすよね。クソお世話になりましたとかも結構ね、だいぶ煽り性能高いんで、なんやかんやね、ボイス付きのスキンとかも着てくれると嬉しいっすよね。荒野行動を勝てないのだ。そうだ、そんな時はチャージセンターで金券をたくさんゲットしよう。金枠の銀杏がみんなを待っている。今なら解放の戦士にかも当たる。どんどっとっと、どんどっとっと。はい。というわけで今回も皆さんの疑問や質問にお答えしていこうかなというふうに思います。で、まずこちらですね。仲間にチョッパーとか来そうと。チョッパーはね、来そうっすよね。すごいツイッターで言われましたよ。チョッパー来るんじゃないっていう仲間。チョッパー実装するとしたら逆に仲間ぐらいしかないっていうね。仲間かワンチャンローの帽子にくり付けられたじゃないですか。パンクハザードの時に。あんな感じのローの帽子にチョッパーがくっついてるみたいな。そういうのがあってもなんか面白いかもしれないですね。で、次ですね。夏休み期間に次のコアネカリイベントが被ることはありますかと。どうでしょうね。コアネカリってそもそも僕個人的にずっと思ってるんですが、運営あんまやる気ないんじゃないかっていう風に少し感じている部分はあるんですよね。いや、もちろんやめるってことはないと思いますけれど、前まで結構頻度高かったのが、頻度下がってるわけじゃないですか。今回結構空いてますし、そこら辺考えていきますと、なんか、あんまする気ないんじゃないのっていう、そんなポン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 する気はないんじゃないのっていう風には、少し思ったりはするんですよね。なんでかっていうと、コアネカリって、開催したところで、プロモーション効果があまりないっていうね、そんな盛り上がらないっていうのが、直近2回ぐらいはあったと思うんですよね。あったら、ついでに動画投稿して、お小遣い稼ぎしようかな程度であって、それで新しく動画を作って、それでワンチャン作ったことなかったけれど、受賞してそっからインフルエンサーとして頑張ろうっていう人が、出てくるような存在にはもうなり得ていないっていうですね。直近の回に関しましては特にそうやったと思いますね。そっから体制したクリエイターがいるわけでもないっていうのが現状だと思いますんで、そこに入れるぐらいだったら、例えば公式の配信の方に、いろんなですね、スポーツ選手に出てもらったりとか、あとはコアネットワークっていう形で、そのクリエイターをですね、継続して支援するような形に持っていこうっていう、そういうふうに結構ね、公約量運営はシフトされていると思いますので、そこら辺考えていくと、あんまなんかする気はないんじゃないかっていう。その中止っていう、もうやめるっていうわけではないとは思うんですけれど、前よりもその高い頻度でやる気はそんなないんじゃないかなっていうふうに、個人的にはちょっと思ってますね。で、次ですね。金獣はもう昔ほど価値もかっこよさもあんまないイメージと、そうですね。どれも同じような感じの見た目ですよね。なんか、パターンは決まっていて、キルログもパターン決まっていて、拡張もパターンが決まっているんで、違うパターンのやつ欲しいですよね。例えば拡張が違うとか、拡張した時の機能が違うとかですね。そういうのがあるといいんですよね。拡張したらキルボイスがありますよとか、そんな感じで変わっていくとか、そもそも色がどんどん変わっていくとか、そういう感じのなんか拡張があるといいと思うんですけれど、基本なんか変わんないって感じの見た目になってますから、そこら辺はなんかね、どれ拡張しても変わらんやみたいな、そういうふうに思っちゃいますよね。極論拡張しなくてもいいんじゃないっていう風な気持ちになっちゃうわけで、どれでもいいみたいな、それはね、正直ありますね。はい。差別化できてないところはあると思うんで、そこら辺はね、豪華だなっていう風に思わせながら違うパターンのものっていうのもですね、作ってほしいですよね。3パターンくらいその方向性があると、すごいいいと思うんで、今現状1パターンじゃないですか、7段階っていうですね。それ以外でなんか新しく来てくれると、その2つとか3つを使えますっていうね、なんか使い分けるっていう風にするといいと思うんですけどね。どうでもいいですけれど、ワンピースの金獣ってのは皆さん思いつかんくないですか？どんな感じのジュースキンが来るんでしょうね、ワンピースで。ね、副スキンはそのまま持ってくれば一緒。車はなんか適当じゃないですか、毎回。でも、銃は割となんかモチーフとしているような銃が来ることがあると思うんですけれど、銃スキンだけはどういうスキンが来るのか、全然なんか全く想像つかんっていうね。やっぱあれなんですかね、ガトリングガンのスキン来るんですかね。ゴムゴムのガトリングでスキンとして持ってくるみたいな。で、次ですね、乃木坂とコラボ復活してほしいわと、乃木坂コラボレーションね、やるんですかね、もう一回。なんかあんまする気はないと思うんですよね。コラボレーション、結構ガチャの方のオレンジ作品ですね、乃木坂のスキンの色違いがですね、入ることってあるじゃないですか。あれがあるんで、ああいう使い方をね、コラボレーションスキンするっていうことは、イコールもう使う気がない、する気がないからこそ、ああやって違う場所で使い回そうっていう風にされていると思うんですよね。チップショップにもね、同じような副スキンありますし、そんな感じで使うってことは、乃木坂コラボレーションに関してはもうする気がないっていう、そんな感じなのかもしれないですね。はい。アニメとかのコラボレーションと違って、芸能人とのコラボレーションってなると、第2弾、第3弾っていうのは、よっぽどなんか評判じゃないと、基本的にしない、継続するようなコンテンツではないからですね。ですので、あんまなんかやる気なさそうなね、気はしますけれど。公約行動的にも、どっちかっていうと、同じアイドルとコラボレーションするよりは、違うアイドルとコラボレーションした方がいいんじゃないっていう気持ちにもなりそうですし、どうせやったらですね、新規でした方が、復刻よりも新規でした方が、強そうには思えるんで、エヴァとか、進撃みたいな、人気なスキンがあるわけでもないですから、第2弾、第3弾っていう、続ける理由がマジでないっていうね。乃木坂コラボレーションで人気のスキンって、マジでそんなないっすよね。SC ボイスが人気っすよ。ファンにとっては嬉しいスキンやと思うんですけれど、銃とか車でなんか人気なものっていうのが、特に銃ですよね。V も弱かったですし、そこら辺でなんかね、いいってなるものはないっすよね。はい。副スキンとかも別になんか人気ってわけではないですからね。はい。ほんと SC ボイスが一番の当たりみたいな、そんな感じの存在だったかなっていう風に思いますね。